というわけで、というわけでアモンガースのね続きやりますよ。はい。いや本当はさっき撮ってたんですけどね、はい、ちょっと機材トラブルでちょっと俺がシグ俺が録画してる側の俺がシグナルがちょっとねなくなりまして、ゲームの急にノーシグナルで出てきてびっくりしましたよね。はい、というわけで続きやっていきます。じゃあ皆さん準備よろしいですか。はーい。はーい。始めまーす。はーい。ポチッとな。さあ始まりましたよ。気を取り直してね。さあ誰でかな。ゴミマイク。いやー来ちゃったなー。でね。またグルーですか。大変ですね。もう一回インポスターリベンジしたい気持ちはあるけどね。何やってんのあの二人。怖っ。なんかわからんな、このタスクがわかんないよね、もう。次のタスクはあそこね。びっくりマークって書かれてるやつがタスクなんですから。いや、いいですよ、これ。お、浩平ちゃんがいる。浩平ちゃんは白やと思って僕はやります。怪しまれるかな今の。まあ、でもタスクやんなきゃいけないから。オッケーオッケー。よいしょ。誰も定時直して、あ、定時直した。ちゃんがまたやられてしまいました。ああ、なんと我慢できなかったですか？いや、俺じゃない、俺じゃないわ。俺じゃないわ。確定ですか？いや、違う違う違う。俺じゃないわ。そんなことはないわ。いや、俺はあのね、ちょっとあのタスクずっとやってたんやけど、はい。あのなんだっけ、右株エンジンの左の方のところなんだっけ。はい、カブエンジンの左、電気室？あ、そうかな、そこかな。で、イデちゃんを見っけてしまいました。うん。見っけて？どうしたんですか？食べちゃったんですか？通報したんや、見っけて。それ以外にないやろ？すぐそうやって僕をさ、追放しようとするよね。そう、イデちゃんを見っけて今通報しましたよ。はい。はい。みんなどこにいました？誰かとすれ違いました、電気室で見つける前で。いや、そうね、あちこちいろんな人とは、すれ違ってたけど。はいはいはい。後半ぐらい、そのもう後半そのイデちゃん見つかる前ぐらいまではちょっと10秒20秒ぐらいもう一人でずっといたかな。なるほど。うん。うん。うん。なんやねん。
書狩りしたんすか、ミキタ。だからしてないしてないよ。コウヘイちゃん、そんなことばっかり言って、コウヘイちゃんが一番怪しいんじゃねえのか。いや、俺の城はサトシが証明してくれます。まあ、そうですね。そうなの、サトシ。ずっといて、そうなの、あの管理室でなんかあのデータアップロードしてるときに、そのまま保管庫の方向かった後は見てないですね。え、ちょっと大丈夫それ。ああ、保管庫行ったね。はい。大丈夫それ、ワイル受け取ってない、いや、受け取ってないですけど、あの、その、コウヘイちゃんからワイル送ってたんじゃない？ずっと追っかけ越しだもんね。はい。で、見つかる前ぐらいで、あの、管理室でアップロードしてたら、保管庫の方行った後は知らないんで、ちょっと。大丈夫それ、個人内でやり取りしてた。保管庫で、ゴミを捨てようとして、タスク完了ってなる前に、うん、なんか、ブーって通報来たから、うん、多分俺、やったことになってないから、もう一回やりに行く。ああ、そう。何その、俺が通報したらあかんかったみたいな言い方。空気読むような。1秒待ってくれたら終わってたんですけど。空気読むようなみたいな言い方したよね、今。え、翔平さんどこ行ったの？僕、なった時は、医務室にいたんだけど。うん。うん、あ、じゃあ翔平さんだ。なんでだ。翔平さん違いますね。ちょっと近いかな。なる直前までカフェテリアで一緒にいたんで。あ、マジでカフェテリアいたんだ、はい、あ、じゃあ違うか。じゃあトミーだ。そうそうそう。僕はカフェテリアにちょうどいたところですね。え、ちょっと投票が終わっちゃう。これ、ウェポンルームの方からカフェテリアの方行って保管庫の方に行こうと思ってて。ああ、なるほどね。はい、ウェポンルームか。誰か俺入れとるやん。あれ、イリちゃんが落ちてるよ。はい、何でしょう。はい、あの、さっきトミーがさ、はい、ウェポンルームからカフェテリア行ったって言ったけどさ、はい、グチと翔平さんはさ、どっからカフェテリア行ったの？管理室からカフェテリアだね。俺はウェポンルームからカフェテリアですね。ウェポンルームって左だよね、カフェテリアのね。そうですね。右ですね。管理室は右？管理室は右下か、うん、はい、なるほどね。で、え、グッチはじゃあトミー見てるってこと？いや、俺は見てないっすね。だって2人ともウェポンルームかカフェテリアのところで通報なったわけじゃない話だね、今。そうそうそう、はい、だから、なんだろう、え、見てないの？どこでも見てない？すれ違ってすらもいない？すれ違ってもないっすね。翔平さんとは何回か連れ違いましたけど。カフェテリアで翔平とはあったんだもんね。そうです、そうです。うん。えー、じゃあ犯人はトミーじゃない？ねえ、トミーかなって思う。ミキタさんじゃなくて。めちゃめちゃミキタさんに終わったよ。君はなんか俺、なんかお前に悪いことしたか？いや、してないっす。してないっす。やっぱ、セルフ。かなみたいな。ああ、なるほどね。セルフで通報した。そうそうそう。いや、僕の中では、うん、そのトミーがウェポンから来て、はい、グッチと会ってないっていうのがなければ、うん、翔平さんが一番怪しかったんだけど、あ、う、あ、ん、けど、そう、だから、ああ、じゃあ3人かなって。俺の中で今、サトシは白なんですよ。ああ、なるほどね。それは賄賂受け取ってるからね、サトシはね。そう、サトシは白なんですよ。サトシしか白がいないんですよ、俺の中で。なるほどね。サトシしか勝たんってやつやな。じゃあね、じゃあもうトミーかな。おお、一生懸命やったのに。ここで投票するつもりはないんですけど、ね、ちょっと洗っとこうかなと思って。あ、なるほどね。じゃあもう一回ちょっと様子見るかい？で、そう、ぐっちゃんが翔平さんと会ってることは、うん、格だから、うん、まあ俺の中で
グッチをとりあえず白寄りに見るとして、はい。で、翔平さんが左側から来てるから、ワンチャン弁当使っていけるから、それもあるかなっていうのと、そうそうそう、トミーが嘘ついてるかなっていうのと、右田さんセルフかなっていう線が俺の中ではあるよっていうだけ。なるほどね。たくさんの仮説が生まれてるわけやな。はい。じゃあ一回ね、ここは一回投票スキップにして、もう一回様子見ましょうよ。はい、様子見ましょう。はい、オッケーでーす。はい。はい。よいしょ、じゃあ行きまーす。いやー、誰だろうな。トミーが怪しいと思うんやけどな。まあ、トミーでしょうね。分からんけど、また浩平ちゃん、でも浩平ちゃん、佐藤翔かぶ、じゃ佐藤じゃん、どうだろうな、あ、しゅしゅ、平ちゃんかな。見つけました。どこ？カフェテリアと管理室の間の通路です。翔平ちゃんやられちゃったか。翔平白だったのか。じゃあトミーかな。でも今までの浩平ちゃんの仮説で言ったらそうなるよね。そうですね。山口とはなんかあの通報直前ぐらいまで一緒にいました。結構行っていました。あの山口はカフェテリア上側からなんか回ってて、俺はそのまま真ん中突き入っていて、うん、あの上ポン通ってあの通路歩いてたんで。仲良しだな。僕もあのタスクが終わったんで、サトシに、あのついてました。はいはいはい。なので俺は山口はだ。ここで俺の中の容疑者が一人死んじゃったから、まあ、トミーって違かったら右田さんかなってとこかな。まあそうだね。でも一番今来るのはトミーでしょ。え、なんすか右田さん。一番今来るのはトミーでしょ。まあ。だったらトミーを釣って、ダメだったら右田さん。それでいいかな。それで行こう。いいですか。それでだ、俺はそれでいいよ。いいと思いますよ。分かりました。はい。誰に企業を入れたやつ、おい誰だ。ああ。利用されちゃった。ああ。負けちゃった。素直すぎんだって。そうね。トミーは分かりやすいのかな。難しい。いや難しいよね。でもね、あ、難しいね。なるほど。ひでちゃん大丈夫？楽しめてる？楽しめてる？
いやほら初心者だから殺されやすいんですよ。うん、そうそうそう。まあ一人でいちゃうとどうして。トミーすぐ次俺イデちゃんについてくから。そうね。やった。イデちゃんが楽しくないやろな。そう。ついてくから俺が。で小平ちゃんがキラやったらどうすんねん。イデちゃんもそれはそれはうまくやるよ。それはうまくやる。すげえ踏んだり蹴ったりやぞイデちゃんが。で逆にイデちゃんがインポスターになっちゃっても動きづらくなる。確かに。いや私どうしたらいいんだろう、ずっと小平ちゃんついてくるんだけどって。翔平さんは楽しめてますか？いやもう楽しめてますよ。大丈夫ですか？そんなよかった。あすいません、なんかあの文句あったら言ってくださいね。全然全然気使ってもらわずに、はい、いや本当すいません、はい、本当にもうね、まあ、気使われてないでしょうね、新人に2人目で殺されるんだ。さっきもさ、はい、うん、あのトミーに1人目で殺されてるから。トミーもうあれだろ、トミー持ってるんですよ、そういうの。逆にお前、ゲストに気使いやーって思ったもん。スキルジャイアントキリング持ってるんで、すいません。もうトミーさんは、トミーさんはちょっとゲストだろうが何だろうがキラーしていくんで、めちゃめちゃ俺殺すやん。トミー、あの、リアルな話言うと、さっきの戦いは翔平さん殺しちゃいかんかった。あ、そうですか。違う、戦略的に翔平さんが疑われてたじゃない。はい。あの、ゲーム中一番発言力あった俺に翔平さん疑われてたから、はい、翔平さんじゃないとこ殺さないと、いやもう疑いが自分に向いちゃうのよ。そう、例えばもうめちゃくちゃ悩んだんですよ、ね、そう、めちゃめちゃね、この現場を仕切ってる浩平ちゃんを殺すとかさ。だから右田さん怪しい、翔平さん怪しいと俺が言ってたらここ狙っちゃいけないのよ。そうそう。ああなるほど。ここ狙っちゃうとなすり、最終的になすりつけらんなくなるから。そうそうそう、はい、そうだね。だから俺の中で隠しろって言ってるサトシを殺さなきゃいけないの。そうそうそう。ああでもなんかサトシさんか山口さん狙ってたんですけど、そうそうそう、くっついてたって。あどうするのって。ごめんね、あの2人は仲良しやから。小平さん、小平さん食っちゃったら絶対疑われる僕だなと思って。そんなことないよ、俺はみんなに食べやすいように全員にヘイト向けてるから。そうね。まあ小平ちゃんは殺されるやろうなってなるから。そのために俺が右田さんにヘイト向けてたんだから。そうそう。なんか右田さんですか、右田さん生かしておくとなんか右田さんに言ってくれるかなと思って。一回一回じゃあ聞い取り直してもう一回やりますか。もう一回やりましょう。はい、はい、はい、はい。